この人が燃え尽きちゃったから、いい人材がいたら紹介してほしいな。そうだよね。え、その子は首なの？ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。以上、報告となります。これあの UFO の中なんやないん。てか、めっちゃ可愛いな。そして、薄見沢先生はやっぱりあっち側なんやね。あいつら案外、面白いかも。なんか、結構ゆるふわ系な宇宙人なんやね。久々の、それではこれより、ダント先輩の歓迎会を始めまーす。これは YSP クラブに入ったということなの？なんとは。いや、歓迎会ではなく作戦会議を。会長がいたら100人切りだぜ。みんなのペースに巻き込まれている。100人で記念？YSP クラブを認めないと言ってたのに、どういう風の吹き回しかな。まあ、あの記憶がなくなってしまってけんね。新たな七不思議を解くためだ。行動を共にする方が効率がいい。何それ、新七不思議みたいな感じ？え、またどんだけ七不思議あるのよ、この学園。もう七不思議じゃないやん、14不思議やん。へえ。君もトワイライトセブンを追っていたのか。何それ、なんか思った以上にこじゃれた名前やった。トワイライトセブン、シンとかじゃなかった。全然その新たな七不思議のことさ。僕もエンラ先生から調査を頼まれてね。こっちは聞いてないんじゃないの？俺もエンラ先生にお願いされたい。それは YSP クラブとして任務というわけではないということ？なんで追いかけましょう急に。君と僕とではエンラ先生からの信用が違うってことさ。何を？俺もエンラ先生に信用されたいぞ。子供か。この二人はなんかいいね。見た目のタイプは全然違うけど。え、じゃあ前回のさ、どうして会長は七不思議の謎を解きたいんですか？解けって言われたあの依頼のことも忘れとんかな。それは学園内の安全を考えて七不思議を解明することは会長の務めだ。それに私は UFO 研究クラブの部長でもある。え、マジでそういうこと？あ、やけん1年以上かけてもできんかったみたいに自分が所属しとんや。同様の不思議の解明には積極的に取り組む。UFO 研？へえ。会長はもっと固いクラブかと思ってました。うん、なんかすごいふざけてそうな感じやん。真面目なんやろうけど、この世界では。UFO 犬！ところで、UFO 犬って何する部？ UFO 研究って言ってるだろうが。UFO 犬っていうくらいだから、UFO を研究するんだと思う。そっか、あの存在すらも記憶から消えとるってことは、何言ってんだ、UFO なんかいねえよ。っていう感じかな。この学園に UFO が現れたという情報が入った。よって、その真相を解明したい。本当に出たのか？今時 UFO の写真なんていくらでも捏造できるだろう。君たちはその UFO に記憶を消されたんだよ。真実かどうかはこの目で確かめる。そのための調査だ。今彼らに真実を話すのはまだ早い。エイリアンの記憶消去に対抗せねば、ミステリアルメダルを集め、どこまで消去されるんやろ、奴らをおびき出す。ミステリアルメダル、そして次こそ正体を暴き粉砕してみせる。花子さんのやつがそうなんじゃなかったっけ？ってことは全部妖怪メダルとかじゃなくってミステリアルメダルって言うん？初めて知ったよ今。私はあの日から奴らに復讐することだけを目的に生きてきた。何？身内が殺されたとかそういうこと？マリナ、悲しい過去が。何？妹？黒い目の人が、お母さんとお父さんを、お兄ちゃん、逃げて。え、家族全員がってこと？黒い目の人っていうか人じゃねえ。どう見ても人じゃねえ。家族を消したエイリアンども、決して許さない。生きとんかな、どっかで。そのうち再会とかありそうじゃない？会長、なんか顔怖いぞ。なんでもない。なんでここだけ残されたんやろ。おい会長、トワイライトセブン調査開始だぜ。トワイライトセブンね。トワイライトセブンね。なぜ覚えれないんだい。やっぱりあった、トワイライトセブン。なんか誰かおるよ。
今日の訪問者的なホワイライトセブンについてフリースタイルタイム。おや、話に聞いていた YSP クラブってのはここか。君たちには興味があるし、俺の生徒カードをやろう。あ、そっか、訪ねてくる子たちは何も条件とかなしで入ってくれるんやっけ。入ってくれるっていうか友達カードくれるんやっけ。生徒カードやった。友達カード。まずは聞き込み調査をするぞ。じゃあやるか。切り込み調査、片っ端から切ってやるぞ。聞き込み調査だったらどう考えても体力系やけど。でも聞き込み調査って刑事ドラマみたいで上がる。レスリングとか柔道とかなんかそんな感じがするけど、でもこの中やったらサッカーかな。じゃあここに、どこ行った、これか。縁持ち力。いや、なんかあれや、応援団って感じがする。応援団の部長みたいな見た目。お、サッカー部ランク2にアップ。いいね。部活自体も増やしていきたいよね。で、何？聞き込み調査？トワイライトセブンを解明しよう。聞き込み調査せんといかんのか。あ、てか、ここ解放してないやん。落ち着くですね。よし。モンコートを解放した YSP クラブの部室。私ね、めっちゃいろいろと、ね、時間かけて迷子になったりとかしながら移動しよったけど、モンコートの存在を忘れとって、これでワープできるんよね。登録しとけば。ヒーローここに見参、正義は勝つ。何？悪の組織が来たぞ。悪は滅びよ。やだよ、レベル5ぐらいの子たちに攻撃も当たらなかったよ、私の。で、どこに行けばいい？あ、あっこにあるね。ほら、ここの教室に、トワイライトセブンか。ここは何？ Y タイムズ編集部。めっちゃ近くにあったんやね。どうも。ねえ。あ、ねなちゃんや。あ、YSP クラブじゃない。ちょうどいいところに来てくれたわね。今、透明ヤンキー黒沢って七不思議を取材してて、協力してくれない？ねえ、毎回毎回、なんなんその変な題名。学園の敷地内で立て続けに暴力事件を起こしてる人がいるんだけど、ええ、その姿は見えないと噂されてるの。見たって人も半分透けていたとか、おかしなことを言ってて。この手の不思議案件はお手の物でしょ？お願い。おう、透明ヤンキー黒沢。学内を騒がせている不良、透明ヤンキー黒沢。その姿は半分透けているらしく、乱暴を立て続けに働いているらしい。一体何者なのだろうか。着こなし制服、バリバリヤンキー。お、これは、メラだね。調査開始。そう言ってくれると思った。私も自分なりに調べたんだけど、この学園に黒沢って生徒はいなかったの。え、こんだけおってもおらんもんなんや。こうなったら手がかりは足で稼ぐしかないわ。もう私も人生で黒沢っていう友達おったことないけど。ええ。というわけで、情報収集よろしく。私たち Y タイムズ編集部も手がかりがないか取材してくるわ。あなたたちは居住エリア周りで聞き込みしに行ってくれる？お互い情報を集めたら公園で待ち合わせね。居住エリアね。透明なのに探して見つかるのかな？何か手はあるのか？任せろ！こんなこともあろうかと、これを用意しておいた。釣り竿の先に、そんなんで聞きかからんやろ。透明ヤンキーが噛みついたら、みんなで釣り上げるんだ。やばいくらいに、目的地はどの、つけてるヤンキー、つけ、つけ。居住区で聞き込みしろって言ったよね。まあ、この辺りってことか。すみません、気にしないでください。じゃあ一応1年生宿舎にでも行く？居住区ってそっちやろ？多分。目的地、これでは表示されんのや。表示しろよー。一年生宿舎に行きます。さーて、聞き込み。あ、何箇所かあるんやね。誰、君。ええ。折り紙ココと。私に何か用？生徒カードが欲しいの？かわいい。じゃあ、あなたがこの条件をクリアできたらあげようかな。テカテカ布4個あります。テカテカ布を4個渡した。条件をクリアしたんだね。すごい。じゃあこれ私の生徒カードね。折り紙こことの生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。なんか手先が器用そうな感じやね。なんとなく。あ、でもなんか、生徒会とか良さげじゃない？初期とか。そんな感じ。あ、この子もいいかな。ちょっと待って、さっきの。あ、折り紙ちゃん。はい。で、ここに。君も入っとき。よし、オッケーでしょ、これで。可愛らしい。1年生2人って感じ。
聞き込み、聞き込み。なんかこの、あ、おったおった。ここに。おや透明ヤンキー黒沢の噂ね。そういうのはよくわかんないな。あ、でも変なことはあったかも。久しぶりにタピオカでも飲もうと思ってお店に行こうとしたらさ、ものすごい勢いでウサギのウースケが走り抜けてったんだ。ウサギのウースケかわいい。ほら、近くで事故があったっていう現場の近くだよ。するとタピオカ飲んでるライドウ君を見たっけ。え、マジで見られとるやん。どう考えても似合わないから印象に残ってたんだ。ははメラがタピオカ？俺も飲みたい。タピオカ好きなんやメラ、かわいい。ほぉ、レトロゲーム同好会と同盟を組もうという話ですか君。声と顔が合ってない気がするよ。はい、ワイドロップ1個。どうぞ。これでは断るわけにはいきませんな。僕も同盟を組むのに賛成です。レトロゲーム同好会と同盟を結びました。UFO ってロマンあるよね。その研究なんて上がる。公園におる。あいつら全然聞き込みしてないやん。SF も結構詳しいもんね。ふざけとんね。こっちだけに任せて。では教授にレポートを提出してもらおう。教授？さすがラント君、クラブ活動もストイックだ。こっちか。あ、あんなところに。おったおった。ちょ待って、こっちからはいけんかったわ。ん？君も？うん。あなたは同盟を組みたいのかい？ローラースケートクラブと。はい、ワイドロップ1個どうぞ。だね。あ、とても嬉しいよ。これであなたたちとは同盟関係だ。もういっぱい同盟組んだらさ、戦闘の時にめちゃくちゃいろんなクラブが来てくれるってことやろ？超役立つやん。ありがたーい。どうも。透明ヤンキー黒沢？ああ、見た見た。あ、いや、透明だったから見たって言うと変だな。まあな。この前不良グループ同士がかなり激しめの喧嘩を始めたんだけど、途中で急に不良たちが銃を舞うようにやられていてさ、おあれはきっと透明ヤンキー黒沢の仕業に違いないよ。そういえばその近くでメラを見たけど、あんなところで何してたんだ？メラの目撃情報めちゃくちゃ多くない？どうした？あ、メラが？午前でも探してたんかな？もしかしてめっちゃ、見た目が似とるとかそういうこと？違う？なぜ本人反応しないの？ああ。あなたは僕の生徒カードが欲しいの？それじゃあ僕の出す条件をクリアしてみてよ。ガシャガシャカプセル？持ってねえわ。持ってねえわ。で、あと一人か？こっちか。条件じゃなくて、どうも。ええ。私に何か用？生徒カードが欲しいの？なんかすごいさ、なんて言うんやろ。このちっこいキャラクター、おばちゃんみたいに見えるんやけど。じゃああんたがこの条件をクリアできたらあげようかな。お、しっとりオイル3個あるよ。どうぞ。条件をクリアしたんだね。すごい。じゃあこれ私の生徒カードね。お姉 A 子の生徒カードをもらった。お姉ってこと？そういうことですか？まあ、セットはもう後でも大丈夫かな。とりあえず集めるだけ集めて。え？なんか、他のクエストもあるっぽいな、ここに。テルに何か用？生徒カードが欲しいの？どこ見てるの？じゃあ君がこの条件をクリアできたらあげようかな。お、今日のイネ数100以上あるよ。余裕で。条件をクリアしたんだね。すごい。じゃあこれテルの生徒カードね。あ、じゃあ日によって、昨日なら、できとったのになーとかいうこともあるわけや。あ、待って、こっちじゃないね。こっちか。おったおったおった。透明ヤンキー黒沢を調べてるの？じゃあ私に聞いて正解だったわね。何日か前、タピオカ店の前でトラックが横転して事故があったの。急に現れた人。私も現場にいたんだけど、あれ透明ヤンキーがやったらしいよ。でも私的にびっくりしたのは、そこでメラ君を見たことね。ほら。だって女の子と一緒にタピオカ店に並んだんだから、絶対違うやん。だな！あれは絶対彼女でしょ。乙女の勘がそう言ってる。え？何？彼女だって？そして本人の反応が全くないというね。お、浜辺に。ああ！私に何か用？生徒カードが欲しいの？じゃああなたがこの条件をクリアできたらあげようかな。お、クリア済み。条件をクリアしたんだね。すごい。じゃあこれ私の生徒カードね。めっちゃ集まっていく。大潮クジラ。クール系やね。かわいい。さあ、それじゃあ、公園に向かいますか。はい。到着。
こんな感じで。なんかメラの情報の方が、すごい濃く残っとるけど。なるほど。透明ヤンキーの事件現場には毎回ライドウメラの姿が目撃されていた。そう、なんか向こうの味方みたいな。ああ。その目撃証言、目撃証言を裏付ける証拠写真もこちらへ手に入れたよ。現場近くのタピオカドリンク店で女子と並んでる衝撃の写真がね。そうか。そうだったんだな、メラ。やっぱりお前が犯人だ。兄貴、俺を疑ってんのか？ああ。メラが彼女とタピオカ事件、バッチリ解決だぜ。そこじゃないよ、事件。おい。いや、そっちかよ。いねえよ、彼女なんて。でも女子とタピオカ飲んだんですよね。つまりそういうことですよね。おい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 、そんなわけねえだろ。俺が女子とタピオカなんて。ちょっと。もうその話はいいから。とにかくあなたには疑いが。おっさ、ここで現れるんじゃ、現れないの？待てよ、メラ、悪いやつじゃねえぞ。ねえ、この右下のって砂場？なんかすごいサークルがあるやん。この前までは脅されて仕方なく番長やらされてただけだから。それ言っちゃうの。兄貴。コホンコホン。お、来たよ。このポイン来たよ。わかりましたよ、透明ヤンキーの正体が。あ！粉っぽいモード？犯人は、あなただったんですね、獅子黒。そっち？嘘！あなた一体？いつもメラ君と一緒にいる音量です。音量、本当にいたのね。なんならこの公園にもいつもいるよ。いやー、今回の事件は最初から粉っぽかったですが。粉っぽく。まあ、粉っぽく真相解明といきましょう。獅子黒。君はメラ先輩の指示で不良たちをボコボコにしたり、走るトラックを横転させたりした。そうだね。え？否定しないということは、当たっているということ？コホンコホン。確かに全ての事件の犯人はメラ先輩と獅子黒だけど、なら二人は悪者？みんな！来た。バウワー！これも粉っぽいのセリフってことなんかな。あの顔がちょっとムカつくけど。二人は良かれと思ってやってたんだ。良かれと思ってトラックを横転させたのに、多分不良たちを倒したのは喧嘩を止めようとしたから。そしてトラックを横転させたのは道路にいたウースケを助けるため。そういうこと。二人とも本当は正義感に溢れたとってもいいやつなんだ。でも助けたいならメラ君が堂々と助ければよかったのに。それはできなかったんだ。なぜならメラ先輩は人前でいいことをするのが苦手なタリアさんだからだ。え、そういう。そうだな。そこはそこはうなずくんすか。いいだろ別に。あ、違う。何？いや、僕が求めてるのはこんなお涙ちょうだいに美談なんかじゃない。おい、あ、もっと過激なスキャンダルなんだ。ここも音量すっぱ抜きよ。あ、おお、なんだこいつ。獅子黒、ここは引けね。俺たちで肩をつけるぞ。およぶ。ああ、でもあの女の子全然知らなそうやったね。反応的に知らなそうな感じやったけど、スキャンダル飯やん。トン、何急に熱い。なんという妖力そんな強いな、マジで。およぶ。なんかボスみたいなマークが出てる。怖い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 。待って、死にそう私。クロックレディ、君がいる変身しよう。仲良く遊び。はい、来たー。剣豪ベニマル。待って、よし。十文字変態さん、めっちゃ強いんじゃないこいつ。めっちゃ強いんじゃないのこいつ。燃やされる。この技をいっぱい使っている私が。待って、踏み潰されるよ。見切った。赤き決戦発生。怖い。十文字変態さん。でも一応体力の減りは結構多い気がするけど。キャベ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 。怖
怖いよ。やっと発展。ここ一文字切れるやろ。みたいな顔して。ちちちちちちちやられるやられるやられる。いやー。これでどうだ。見たか。あの状況で。すげえな。ついわずかか。いやー。ですよね。死ぬと思ったんだ。誰か。おい、誰か。おい、誰か。おいよ。はぁ。おい、出荷。ちょっと体力を回復しつつ、そう破壊しないで、おりゃ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 、あでももう半分以下になっとるよ、はい、体力感じっすか、一瞬自分がどこ行ったか全くわからんかった、いい感じなんじゃないこれ、いいぞ、溜まったんじゃないですか、で、ここに溜まったんじゃないですか、よし、変身できる、変身します、私、変身、だって、誰か死んどるよ、誰か倒れとった、生きろって言いに行ってあげんと、ほらほらほら、ちょっと待って、2人、いけるぜ、はい、復活、十文字粉砕山ド発展ここ一文字切り、痛い怖いよ、あとちょっといける、溶線光、今のは当たってないのか、当たってないっぽい、怖いよ、ちょっと技が入った、十文字粉砕山赤き一点、よっしゃおっしゃー、これでどうだ、見たか、そしてちょっと、およ、こんだけですか、なんかまたここ見た、目が、あの目のマーク何、ずっとあったあれ、うそ、すごい、とんでもないものを見たわ、あ、そっか、変身して戦えるのは知らんかったんやっけ、これが透明ヤンキー黒沢の正体、次号の一面載せましょう、どれ、透明ヤンキー黒沢の正体、私らのこと？てか、その男の子は？怖いメダル、透明ヤンキー黒沢を手に入れた。なに？どういうこと？どれが正体？え？って、あれ？不詳、スーパー抜きよ。もう燃え尽きたであります。どういうことなの？はぁ。炎か。あの日を思い出すな、シシグロ。おう。親分。なあ！メダとシシグロってどういう関係なんだ？いや。シシグロは俺の子分っていうか、親分だったっていうか、え、逆？え？メラ先輩が親分じゃなくて？お。いろいろ複雑なんだよ。シシグロと出会ったのは俺が6歳の時。その時こいつは中学生で、シシグロは俺を悪学から助けてくれた。強くて俺にとってあっかりの存在だった。中学、年とかあるの？音量やろ？それから俺はシシグロと特訓をして、強さってもんを教えてもらったんだ。それって、人間の頃のシシグロくんが、メラくんより年上で親分だったってこと？あ、そういうこと？人間の頃？そうだな。そういうことだ。シシグロとうちゃんの日々があったから、生意気だった俺は変わることができた。強さとは誰かを守れること。ある日シシグロは俺にそう言った。だがその後、シシグロは交通事故で死んじまって、シャドウに飛び込んで子供をかばったんだ。誰かを守って死ぬなんて、シシグロらしいぜ。めっちゃいい人。それで怨霊に？あ。それから家で火事があって、俺は取り残された妹を助けようとした。諦めかけたその時、シグロが火の中から現れたんだ。強さとは、誰かを守れること。シシグロのおかげで、俺はそれを思い出したんだ。おかげで妹は助け出すことができた。だが、その事件が新聞に載って。なあ。新聞の写真、シグロが写ってない。どうなってんだ？あ、一緒に写ったんや。そうだな。俺はもう、それで気づいたってこと。ちっちゃい可愛いメラ。そっか、お前は本物のシグロじゃない。俺の中にある、強くなりたいって気持ちが形になったんだ。もう大丈夫だ。お前は強さを知っている。俺の役目は終わった。消えるとしよう。シシグロ！待て、消えなくていい。俺の力がその形になったんなら、これからも手を貸してもらう。俺の子分としてな。そんな小さい子の子分。こうして今に至るってわけだ。
お前たちいいやつだな。めっちゃ泣いてるし。ねえ。ごめんなさい。いい人なのに疑ったりして。いや。結局さ、黒沢の正体はこの男の子？俺もその、お騒がしちまったな。そう！ん？あ、じゃあやっぱりさっきの粉っぽいモードの、マタロウくんが話したのが真実ってこと？そういうことか。今回のお礼に我々 Y タイムズ編集部は YSP クラブに全面協力します。わあ！やったぜ！俺の特集毎日出して。え？それは考えときます。ええ。え、じゃあ女の子と一緒に、っていうのはあれは何？タピオカ飲みよったって。それは本当にメラなの。ただ編集部はまだまだ部員募集中。あなたたちを見込んでこれを託すわ。求人ボード。Y タイムズ編集部の求人ボードを手に入れた。持っている生徒カードをセットしよう。この人が燃え尽きちゃったから、いい人材がいたら紹介してほしいな。そうだよね。え、その子は首なの？ちょっとメラ。あ。妹か。そういうこと？あれ？君は？あ！もしかして、メラ先輩の彼女？ねえ。また問題起こしたの？もういい加減にしてよね、お兄ちゃん。そういうことか。じゃあやっぱり見られとったのも全部事実と。で、推理もさっきので合っとったと。じゃああの犬は別に何も関係なかったよね。お兄ちゃん？はじめまして、メラの妹のライドウヒノコです。妹？かわいい。クエスト、透明ヤンキー黒沢、バッチリ解決。なるほど。じゃあ本当にしょうもない感じやったんやね。うんうん。正体は。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てか妹と一緒にタピオカの店に並んどったってことか。めっちゃ可愛いやんメラ。てかここにおるってことは妹もこの学園の生徒ってことか。え、そういうことよねきっと。なるほど。これからも出てくるかな。